天下茶屋駅は、大阪府大阪市西成区岸の里一丁目にある、南海電気鉄道、大阪市高速電気軌道の駅、南海本線と大阪メトロ、堺筋線の2路線が乗り入れる。さらに、南海本線の福々線を利用して、南海高野線の列車も乗り入れているため、当駅では合わせて3路線が利用できる。高架化前の駅舎南海では最も古い歴史を持つ、駅の一つで、 かつては東駅と天王寺駅を結ぶ南海天王寺支線が存在した。新今宮駅の開業以降、天王寺支線は需要が低下して廃線となるに至ったが、天馬、船場、島の内を縦断する堺筋線の延伸以降、利用者数は著しい増加を見せ、全列車停車駅に昇格した。鉄道省課題5集作詞64番の歌詞にて、 当駅が登場する。相対式ホームの間に島式ホーム一面がある、三面四線を有する高架駅である。ホーム有効長は全面重量分であるが、2017年現在は南海線、高野線ともに重量編成で運転する列車はない。南海本線及び高野線は階層を除くすべての列車が停車する。実際の両路線の分岐駅である。 岸の里玉出駅に優等列車が停車せず、かつ乗り換えに時間を要することから、当駅が実質的な南海本線と、高野線の相互乗り換え駅となっている。2001年の南海本線のダイヤ改正までは、新今宮駅が乗り換え駅扱いだった。改札口、コンコースは2階、ホームは3階にある。1階から2階の間と、2階から3階の間には、 エレベーターエスカレーターが設置されている。なお、改札外には飲食店が出店している。トイレは改札内に設置されており、ユニバーサルトイレを併設する。乗り場島式、単式ホームの複合型に面3線を有する地下駅であるが、改札口とコンコースは地上にある。乗り場単式ホームの一番線が存在するのは、関西国際空港開港時に、京都から、 同空港までのアクセス列車として、阪急京都本線京都河原町駅から当駅までの直通誘導列車を運行する構想があり、一番線がその発着ホームとして予定されていたことによる。開通当初はサビ取りとして1日1本のみの使用で、それ以外の列車は島式ホームに発着していた。ラッシュ時は一番線で乗客を降ろした後、一旦ホーム奥の留置線に入り、 その後改めてに3番線に入線して発車するという形で1番線を活用したり臨時列車の発着で使われていた。留置線には昼間と夜間に車両が留置される。1番線始発の列車は早朝時間帯に1日1本のみ存在していたが2019年1月19日の阪急京都本線を呼び坂筋線ダイヤ改正により1番線始発の 列車は2.3番線始発に変更されたため、1番線は土曜休日ダイヤの昼間時間帯に使用される、校舎専用ホームとなった。駅舎は両路線の共用となっており、南海と堺筋線の駅入口が向かい合うような構成で、相互の乗り換えは容易である。地下鉄天下茶屋駅開業当時は、南海本線、高野線の高架工事が完成していなかったため、 駅コンコースの一部のみを共用し地下鉄、専用仮設入り口が設置されていた。大阪メトロの駅管轄は、堺筋、本町管区駅であり、駅長が配置され、当駅のみの単駅管理となっている。南海のホームの乗り換え案内には、堺筋線だけではなく直通する阪急電鉄橋と、北千里方面も表示しており、さらに車内アナウンス、路線図においても、 この案内が行われている。京阪本線の北浜駅や近鉄南場線の近鉄日本橋駅も、堺筋線との乗り換え駅だが、これらには半球の表示がない。接近放送は、旧型では女性アナウンサーに、1番乗り場と3番乗り場は、上り接近メロ下り発車メロ、2番乗り場のみ、折り接近メロ上り発車メロの組み合わせであったが、英語付きに更新後は、 接近メロのみだが下り接近メロ統一に変更された。南海、大阪メトロとも増加傾向にあり、特に南海は、堺筋線延伸後の1993年度から連続して増加中である。近年の1日乗車、乗降人員数の推移は、下表の通りである。天下茶屋駅前商店街駅西側の天下茶屋車庫、工場跡地には2000年代以降、 泉屋を各店舗としたカナートモールや住宅、スポーツ施設が建設されるなど土地の採用が進んでいる。駅西側の町名は岸の里一丁目となる。西へ150メートルほど進むと国道26号がある。また、駅の南西側には西成区役所、西成図書館などの観光所、公共施設や西成郵便局があり、西成区の行政、 文化の中心地域でもある。駅東側には、天下茶屋駅前商店街がある。約200メートルほど先の奇襲街道を越え、さらに半海電気軌動半海線北天下茶屋、停留場前付近まで商店街が続いており、西なり天茶屋郵便局がある。さらにその先には、聖天山古墳がある。なお、その商店街は当駅を利用する大谷中学校。 高等学校の生徒の通学路にもなっている。駅東側のロータリーは高架加工事に合わせて新設された。駅東側の町名は、天下茶屋2丁目及び3丁目となる。大阪メトロ4つ橋線岸の里駅は南西に、徒歩約7分、また、半海電気軌動半海線北天下茶屋駅も東へ、徒歩約5分程度である。ただし大阪メトロでは、 堺筋線電化ジ茶屋駅と四つ橋線岸の里駅は乗り換え駅として扱っておらず、相互に同程度の距離で地下道を介してつながっている梅田駅、西梅田駅、東梅田駅相互の乗り換えのような通し、乗車料金での改札外乗り換えはできない。駅に乗り入れているバスはないが、駅前のロータリーには2013年3月末まで大阪市営バス。 西成東ループの天下茶屋バス停が設置されていた。西側の国道26号線沿いには赤バス、西成西ループの天下茶屋駅筋バス停、紀州街道沿いには西成東ループの天下茶屋駅筋東バス停も設置されていた。ありがとうございます。